はいどうも皆さんこんにちは、星音です。さあ今日はですね、久しぶりに星音の質問コーナーということでですね、視聴者の皆さんから送っていただきました質問にお答えする形でですね、動画を進めてまいりたいと思います。質問を送っていただいた皆さん本当にありがとうございました。またですね、近日中にもう1回ぐらい質問コーナーやろうかなと思っていますので、今回ですね、質問を送ってないよという方もですね、また今回も送りましたという方もですね、まあ、何度でも送れる仕組みになっておりますから、ぜひぜひですね、気軽に匿名ですからいろんな質問をですね、送っていただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあですね、早速、皆さんからいただいた質問に、コメントしてまいりたいと思います。じゃあ、北順で答えるのでちょっと順不同になりますけれども、今回は割と長めに回答していこうかなと思います。というのも皆さん、長い時間動画を見ていただけているので、最近はね、今回はちょっと長めに尺を取っていきたいなと思っておりますので、どんどん行きましょうか。じゃあね、北順で回答していきます。まずですね、こちら、好きなお菓子は何ですかということで質問いただきました。ありがとうございます。好きなお菓子なんでしょうね。結構思い浮かびますけど、源氏パイと、源氏パイっていうのはハートの形のやつですよね。平家パイが好きです。源氏パイも好きなんだけど、平家パイ、干しぶどうが入ったパイですね。あれ大好きです。あと、コアラのマーチも好きですね。うん。あと、ガリガリ君も好きです。はい、そんなところですかね。次、はい、何年浪人するんですか。やめてください。浪人しない、結局しなかったですけど、まあというか、いずれにせよ浪人は多分ね、できなかったと思います。そんなね、浪人生を養うお金はうちにはありませんと、お母さんがそんなことを言っていましたから、浪人はできなかったのかなと思います。はい、梅干しを弁当に何個入れる。あ、これはお母さんがね、入れるときはまあ当然一つですけれども、私自分で弁当にね、なんか梅干しとか入れちゃうときは2個3個入れちゃうこともあります。私結構梅干し大好きなんですよ。あ、今度ですね、沖縄の特別な塩で作った梅干しみたいのをゲットしたので、今度それ動画で紹介したいと思います。なんかね、特別な作り方で作られているですね、ギネス記録に認定されたお塩っていうのがありまして、その塩でね、作った梅干しっていうのをこの前買ったんですね。それ今度後で紹介します。はい、足を骨折したらどうしようと不安になったことはある。え、どういう質問ですか。はい、まあ、本当に質問ありがとうございますって感じですけど、足を骨折したらどうしよう。私骨折したことないんですよね。だから骨折するのがよくわからないし、どういうことをしたら骨折するのか、まあ、なんとなくわかりますけどね。時間を持ってわからないので、あんまり骨折したらとかいう心配をしたことはありません。大学どこ行くの。あ、これは、しばらく前にいただいた質問ですね。すいません、琉球大学ですね。結局、行けることになりました。よかったですね。大学生になったらやりたいことを教えてください。そうですね、大学生になったらやりたいこと、まずは、ネットでなんか収益化して、お金を得たいですね。それは別に何、私がお金持ちになりたいとかそういうことじゃなくて、ネットでの活動資金をやっぱり集めたいわけですね。これ昨日の動画でも、昨日上げたんでしたっけ、昨日か一昨日になると思うんですけれども、節約料理の動画でもね、お届けしたと思いますけれども、まあ、YouTube とかをですね、制作するのに、これ、家の中でですね、最近こうやって喋って撮ってるだけですから、一切の費用がかかりませんけれども、まあ、外にね、行ってね、旅行する動画なんていうのは、大量のお金がかかるわけです。そのためには、そういうね、なんていうんですか、価値のある動画を作るためには、まあ、ある程度の投資が必要なわけですね。けれども、その投資のために、まあ、元手が必要となるわけですから、ネットでね、資金を回収して、その資金でですね、さらに価値の高いコンテンツを作っていく、この好循環を生み出すことが私の目標ですから、大学生になったら、ネットのですね、アフィリエイトって言うんでしたっけ、広告収入で、ブログとかでね、収入を得るやつ、そういうやつとか、いくつか、まあ、ブログとかもいろいろね、やりつつ、何か収益化できればいいなというふうに考えています。そういうことが一つですね。大学生になったらやりたいこと。それから幅広い勉強がしたい。あと本をたくさん読みたい。そう。大学生になったらですね、目標本を読むことにしていたんですけども、最近やばい。引っ越しとかいろいろバタバタしていて、全然本を読んでいません。で、埼玉にですね、積んどくっていうやつですね、いわゆる、買ったけど、まだ一度も読んでない本っていうのを大量に置いてきてしまいましたので、それはまた4年後、または帰省した時に読む本にしておきたいと思いますけれども、本をたくさん読む、これを大学生になったらやりたいなと思います。じゃあ次の質問いきましょう。彼氏欲しいです。いや、そんなことね、私に言われましても、別に私、彼氏をね、プレゼントする職業とか、なんですか、結婚相談所とか、そういう仕事をしているわけではありませんから、ちょっと何とも言えないですけれども、これ、何、アドバイスをくださいみたいな、そういう質問ですか。勝手にそう拡大解釈して余計なお世話ながらにですね、彼氏を作るにはどうすればいいかという話をしようかと思ったけど、別に私そういうのの専門家ではないのでね、どうしたらいいんでしょうね。ただ、彼女を作るよりも彼氏を作る方が簡単なんじゃないですか。なんかそういう話を聞いたことがあります。男の人の方がですね、簡単に
釣れるとか釣られるとか言うとちょっと話が汚いっていうか言い方が悪いですけども、なんかそういうもんだと思いますよ。だから意外と彼氏を作るのは簡単なんじゃないですかね。なんか適当なこと言ってたらすいません。じゃあ次いきます。高校生活の一番の思い出を教えてください。一番の思い出なんでしょうね。やっぱり修学旅行でカナダに行ったことかなとか思うんですけど、まあ、なんだかんだで結構なんだろう、たわいもないことを友達とおしゃべりしていた時間とか、まあ、そういうのが思い出なんじゃないですかね。なんでしょうね、一番って言われると結構難しいですね。なんか3年間全体を通して一つの思い出みたいな感じになっている気がします、私の中ではね。なんだろうな。はい、じゃあ次、ネッシーって信じてますか。ネッシーってなんだっけ、湖にいる恐竜みたいなやつですね。ネッシーいないでしょう。だってわかんないです。いや、わかんないけど、ネッシーについての情報があんまりないので信じてないだけですけど、多分、まあ、いないんじゃないですか。まあ、でも人間が発見していない生き物っていうのはたくさんいるみたいですからね。まあ、そういうなんか、ロマンのある話も、まあ、別に私はあんまりロマンとか感じないですけど、いいんじゃないですか。大学生活で頑張りたいこと、楽しみにしていることを教えてください。さっきと似た質問ですね。頑張りたいことはやっぱ読書ですね。楽しみにしていることはですね、まあ、授業、まだ授業、1回目の授業がしばらく延期になってしまったので、今とても授業が楽しみです。それから、やっぱ沖縄にね、わざわざ来たって、なんかすいません、なんか言い方が良くなかったですけど、まあ、やっぱわざわざっていう言葉が正しかったかな。まあ、わざわざね、こう沖縄までやってきたわけですから、埼玉ではできないですね。まあ、沖縄だからこそ経験できることを経験する、これは楽しみにしています。新生活何か不安なことや困ったことは何ですか。新生活において不安になったこと、困ったことはありますかと、まあ、そういう質問ですね。まあ一人暮らしですから、結構なんだろう、手続きとかがね、最初の手続きとかが不安でしたが、まあそれを全部クリアしたので、もうあんまり不安なことはありません。強いて言うなら、部屋が汚くなってしまう。私、整理整頓が苦手ですから、こう、部屋をきれいにしてくれる人がいない。まあ、別に、あれですよ、埼玉の家でも誰かお母さんがね、部屋をきれいにしてくれていたとか、そんなことは決してなくですね、まあ、汚いまま、それを、もうお母さんやお父さんが呆れ返って見ていると、そういう状態だったわけですけれども、今回は呆れ返って見てくれる人もいないわけですから、本当にね、ゴミ屋敷みたいになって、4年後アパートを出るときどうするんですか、この家は、みたいな、そんな感じになってしまうことだけが、不安ですね。部屋をきれいにする、これを頑張りたいと、さっき大学生活で頑張りたいことなんですかっていうね、質問ありましたけども、1個前に、なんだっけ、部屋をきれいに維持すること、これも一つ付け加えておきたいと思います。それから、不安に思ったことですね。それから困ったことは何ですか。困ったことはですね、車がないことですね。お母さんがレンタカーを借りてくれたのでですね、ニトリに行ったり、イオンモールに行ったりしてですね、まあ、いろいろ物を、ね、運んでくることができたわけです。大きい家具とかね、自転車やバスでは運べませんから。てか、まだ自転車買ってないんですけど、沖縄は、ちょっと、話がそれましたけど、そう、移動手段がね、やっぱないことが、困りました。別に私は歩いたりね、するので、沖縄県内別にね、端から端まで行ったって100キロないわけですから、別に走ったりね、歩いたりすれば、走るのは無理なんですけど、私、歩いたり、バスに乗ったりして、どこにでも行けるわけですが、まあ、大きい荷物をね、持って移動する機会が多かったので、結構困りましたね。ただ、お母さんが、レンタカーを借りてくれたという、まあ、先ほど述べたのもそうですし、お母さんのお友達がですね、車を出していただいたりしてですね、まあ、なんだかんだで、だいぶ人のお世話になってしまったんですけれども、そういうことでですね、まあ、困ったことも全て解決していると、今とても、なんていうんですか、ラッキーと言いますか、幸せな状況です。とてもね、良かったですね。良かったですねっていうか、本当に親とですね、お母さんのお友達には心から感謝です。2020年の抱負を教えてください。しばらく前に来た質問ですね。すみませんでした。年末年始に質問コーナーやりますって言ってやらなかったことを心よりお詫び申し上げたいと思います。2020年の抱負はね、まあ確か年始にね、自分が立てた目標はツイッターに上がってると思うので、それちょっと見て、今、見返せない、見返せるかな、いいや。そんなめんどくさいことはしませんけども、確か大学に入ることが一つと、たくさん本を読むみたいな、確かそんなことを書いたんじゃないかなと思います。次行きましょう。温泉は好きですか？好きですね。やっぱ、埼玉は寒いんでね、温泉、よく入りたくなりますし、あとね、なんか炭酸泉みたいなね、お父さんが炭酸泉すごい大好きなんですけど、体が、なんだっけ、すごい、体にね、こう、泡がついて、なんかすごいね、疲れが取れる、不思議な感覚がするんですね。炭酸の温泉、ああいうのも、好きですね。好きっていうか、あったんでね、そんなに家から遠くないところに、そういう温泉があったんで、よく行っていたは嘘です。私はそんなに行ってなかった。半年に1回ぐらいかな、行ってたんですけども、まあ、温泉、好きですよ。
あとやっぱ旅行先のね温泉巡るのは好きですね。熱海とか、伊豆とかですね。あとは北の方もちょいちょい行ったかな。あの群馬の温泉巡りもしたことがありましたかね。結構あの関東地方にはいい温泉たくさんありますから、皆さん関東に旅行に行かれた際はですね、ぜひぜひ温泉に入っていただきたいなと思います。あ、沖縄もねあのいい温泉ありますから、沖縄旅行に来た本州からねやってくる皆さんはぜひあの温泉に入ってみるのもいいと思います。畳を定期的に虫干ししている。虫干しってどういうんでしたっけ。畳に虫がつかないようにってことですか。そんなことないですか。畳の部屋は今のアパートにないし、あの前の埼玉の、ね、家も畳の部屋なくなっちゃったんで、昔はあったんですけどね、あのピアノを置くのに畳の部屋だと良くないみたいな、確かそういう理由だったと思うんですけど、リフォームして畳なくしちゃったんですね。だからしばらく畳に触れていません。あ、触れていないってことはないです。あの人ん家とかあのなんだ出先でね畳に座ったり寝たりすることもありますけども、自分家にですね畳があるという状況、畳のある家に住んでいることがですね、まあ、こうしばらくありませんので、畳についてはあまりなんていうんですか、親しみのない存在となってしまいました。年越しそばをラーメンにしたことあるな。ある気がしますね。なんか年末にあの年越しそばだねって思ってたらですね、なんかお母さんがラーメンしかなかったみたいなことを言って、なんか、ね、年末に家族でラーメンを食べた思い出が、そういえば言われてみればなんかある気がしますね。これなんかすごいいい質問ですね。年越しそばラーメンしたことあるかもしれません。ちなみになんか沖縄県ではですね、年越しそばもあの日本そばじゃなくて沖縄そばなんだそうです。あれはそばではねないと思うんですけどね。沖縄では一般にそばといえばあの沖縄そば、あのあれ小麦でできてるんでしょうね。あれそば粉じゃないですよね。あれが、まあそばなんだそうです。はい、好きなゲームは何ですか。私ゲームあんまりしないんですよね。スマホでゲームとか、しません。あれですね、最近始めたのがポコポコで、ポコポコもなんか最近飽きてきたんですけど、ポコポコ以外のゲームやったことないんで何とも言えないですけど、ポコポコは結構面白いですよね。好きです。はい、じゃあどんどん行きましょうか。なんか思ったより時間使ってしまいましたね。まあでも皆さんあの何ですか、この一気に見なくて大丈夫ですから、ちょいちょい小分けにしてですね、暇な時間というか、こう皆さんがねあの自分で管理する時間が多いのかなというふうに、ね、最近思いますのでね、あのそれぞれ外出自粛とか、まあ、外出自粛っていうか、まあ、学校が休みの視聴者さんが多いと思うんですけども、勉強の合間とかにですね、まあ、10分ずつ見てみるとか、そういうふうにしてですね、皆さんの時間の管理の中でですね、まあ、適切なタイミングで見ていただければなと考えていますので、このね、例えこの動画が30分になったとしても30分一気に見る必要はありませんから、あのこれ生配信じゃないですからね、こう皆さんの、なんですか、時間の使い方に合わせて見ていただければなと思います。はい、自分同じ学部なんですけど履修登録どんな感じにしましたか。なんだ、琉球大学の人からの質問ですかね。あ、なんか琉球大学の人に結構見ていただいてるみたいで、皆さんありがとうございます。なんかあの学校の学食とかでご飯食べてると結構ですね、あのいろんな人から、あの星姉さんですよね、動画見てますよみたいなことを言ってもらえてですね、あのなんかとても、ウキウキというか、まあ、嬉しい限りでございます。本当にあの皆さんありがとうございます。あの何だっけ、何でしたっけ、そんで同じ学部なんですけど履修登録どんな感じにしましたか。履修登録といってですね、こう大学生、あの何だっけ、高校生まではですね、教室にっていうか先生から時間割表が配られて、君はこの授業を受けますよというのは、こう自分が何の頭を使う必要もありませんけれども、大学というのはそういうことじゃなくてですね、自分でどの授業を取るか選ばなくてはいけないわけです。で決められた数ですね、まあ、この教科はこれ以上取りなさい、こういう範囲の中から、何個以上授業を取りなさいみたいな感じで決められている中からですね、自分で授業を取らなくてはいけないというわけです。で、私はどんな感じに履修登録をしたかというと、基本的にはこうカタログっていうか、カタログじゃないなっていうんですか、マニュアルですね。マニュアル通りにですね、なんか履修の手引きという本があったと思いますけれども、その本を見てですね、必要なものを必要な感じに取るという感じにしました。で、1年生と2年生というのは共通教育科目といってですね、専門的なものではなくて、まあ、要は一般教養と言われるやつですね、俗に。そういう感じで、まあ、幅広い教科の中から選択することができるわけです。なんかね、あの歌を歌う授業とかですね、アウトドアレクリエーションの授業とかですね、まあ、そういう面白そうな授業があったので、私そういう面白そうな授業をいっぱい取ってしまいました。あとは、なんだっけな。あと結構真面目に、もちろん授業っていうのは全て真面目ですよ。それ歌うのだって、そうふざけて歌うわけではありません。もちろんしっかりとですね、真面目に声楽を学びたいと、そういう志すものが履修しなさいというふうに書いてありましたから、もちろんですね、私は将来歌手になりたいわけですから、それはちょっと思ったけども、まあ歌ね、上手くなりたいわけですから、歌う授業も取ったわけです。あ、で、あの、なんだっけ、文系の人間はですね、多分理系はないと思うんですけども、まあ、もちろん取ろうと思えば、ね、いくらでも取れると思うんですけども、英語の他にですね、第二外国語というのを、勉強しなくてはなりません。まあ、要は誰でもトリリンガルになれるわけですね、大学で、文系の授業を取れば。
まあ、トリリンガルになれるって別に授業を受けたから喋れるようになるかはまた別の話ですけれども、授業とりあえずですね、まあ、三角語を学ぶということになるわけです。で、いくつかの、ね、言葉の中から選べるわけですが、私はですね中国語を選択しました。なんか中国語っていうのは人気らしいですね。まあ確かにあの中国語っていうのは、日本で実質で世界で一番喋る人が多い言語なわけですから、まあ何ていうんですか、中国語が喋ればですね、中国語と英語が喋れれば、まあ、地球上の大体の人とおしゃべりができるんじゃないかというような気もするぐらいです。けれどもって何ですか、別にそれに何ですか、反対の、文章を続ける、つもりはなかったんですけども、なんて言うとしたんだかすっかり忘れてしまいました。そう、中国語を学ぶと、私は中国語を学びますよと、そういう感じですね。まあ、履修登録についてはこんな感じでいいですか。授業を自分で選ぶスタイルなんですよ、大学はね。ですから皆さんもって中学生高校生の皆さんもですね、大学に行ったら自分の好きなことをたくさん学ぶことができますから、ぜひですねこう自分の好きなことを見つけて、おくのが、いいかなと思います。大学入ってこういう勉強したいなっていうね、そういう目標があると、まあ大学受験とかですね、まあ、つまらないことも楽しくなるんじゃないのかなと、思います。あ、なんかそういえば大学受験についてなんか教えてくださいみたいなのこれじゃないかな、あ、友達に言われたんだけど、なんかそういう動画を撮ってくださいみたいなのもこの前言われたので、ちょっとやりたいなと思っていますので、もしなんかリクエストとかあればですね、視聴者アンケートにいただいたんですね、視聴者アンケートとかで、またこの質問箱でもね、全然何でもいいですから、私に伝わるように、ぜひぜひ皆さんのご意見やアイディアをお聞かせください。じゃあ次いきますね。休校で暇です、もっと動画上げてください。はい、ありがとうございます。本当にね、まあ、これをね、素直に喜んでいいのかっていうのはちょっと微妙な問題ですけれども、まあ、学校が休みになってしまったということでですね、たくさん動画を見ていただいている皆さんには、まあ、本当に感謝でありますけれども、まあ、我々 YouTuber としてはですね、まあ、もともと、こう、皆さんの余暇をですね、まあ、楽しんでもらおうと、まあ、そういう、思いでですね、まあ、まあ、別に YouTuber みんなが誰かを楽しませるためにやってるわけでもないでしょうし、もちろん一人一人にですね、まあ、コンセプトや目的が違う、まあ、だからこそ多様なチャンネルが存在している空間になってるわけですけれども、YouTuber それぞれにですね、まあ、どういう、まあ、何ですか、狙いとかコンセプトっていうのは、まあ、別々のものがあると思いますけれども、まあ、いずれにおいてもですね、まあ、皆さんが見ていただける、時間が増えているわけですから、まあ、どんな形であるですね、まあ、どの YouTuber さんも、最近ですね、動画の質の向上とかですね、まあ、量の向上に努めて、おられるというのが、まあ、よくわかりますよね、トレンドとして。まあ、それに従いましてですね、まあ、私も皆さんの声も受けまして、まあ、暇ですという方のため、別に暇な人のために動画を上げてますとか、なんかそういうのはちょっと言い方悪いですけども、もちろんですね、まあ、皆さんが見ていただけるということでですね、まあ、これは私にとっても、自分の、ね、成長のチャンスでありますから、皆さんに動画をご覧いただこうと思ってですね、まあ、こちらも誠心誠意動画を制作している次第でございますので、ぜひぜひ見てください。ありがとうございます。もっと動画上げてくださいとコメントいただきましたので、もっと動画上げたいと思います。1日2回に上げられるといいかなと最近は思っています。じゃあ次の質問いきます。なんで琉球大学を受けようと思ったのですか。まず一人暮らしをしたいっていうか、なんていうんですか、ちょっとやっぱ今までと違う環境にね、身を置きたいっていう、そういう強い思いがありました。まあ、要は、埼玉県にですね、18年間生まれ育ったわけですけど、生まれてね、18年間埼玉で育ったわけですけども、私にはですね、こう埼玉県民の感覚しかないわけですね。で、埼玉っていうのは、こう、とても、まあ、狭いところですから、狭いって別に面積は沖縄県より広いんですけども、そういう問題じゃなくてね、文化的にもですね、別に何かこう、多くの外国の方がね、来るところとか、なんだろう、世界に開けたところとか、全然そういうところじゃないわけですね。まあ、田舎ってわけでもないですけども、まあ別に都会ってわけでもなくですね、観光地でもなくですね、まあただ東京に行く人が寝る場所っていう、まあちょっと言い方が良くないですけども、まあ実質埼玉県なんてそんなところなんですね。ですから、まあちょっと埼玉を出てですね、違った価値観、また多様な人がいるところで勉強したいなと、そういう思いもありましたから、国立大学の中でですね、まあ、なんだろう、国立大学に行きたいっていうのがあって、それはお金の問題とかも、もう多いですけども、まあまあまあいろいろね、国立大学に行くってなってですね、まあちょっと学歴的にもですね、まあ別にこう埼玉大学とかさ、東京、まあ東京大学なんかはもちろん、なんですか、雲の上ですけれども、こういろんな、なんて言うんだろう、関東の大学とかはまあちょっとですね、まあ行くこともできないし、でもなんかどうせ遠くに行くんであればですね、まあやっぱ沖縄っていうのはとてもいいところだし、地理的にもですね、国際的といいますか、なんていうんですか、結構多くの人
ね、場所から人が集うところでありますから、沖縄は年に、ね、身を置いて4年間勉強すると、これは素晴らしいことだなというふうに考えてですね、まあ、琉球大学っていうのはいいところだなと前々から思っていました。まあ、そんな、ね、ところで、琉球大学を受けようと思ったわけです。次の質問いきますね。埼玉と沖縄どっちがいい？あ、これもいい質問ですね。住むなら沖縄の埼玉、どうだろう、これちょっと微妙ですね。まあ、なんていうんですか、気候的には沖縄の方がいい気がしますけど、ただ私はまあ埼玉にね18年間住んでて、埼玉県のあの気候に適応をしているので、別に埼玉に住んでてですね、もう暑い寒い思うけれども、その暑さや寒さに対応することができますから、まあ別に埼玉でも住めるんでね、何も問題はないわけですけれども、沖縄の方がですね、冬は暖かいし、夏もそんなに暑くならないしですね、こう熊谷みたいに暑くなるわけではありませんから、まあただ太陽のあの日差しが強いのはちょっと残念ですけれども、まあそんなに気温自体はね、日陰にいれば気温自体はそんなに高くなりませんから、沖縄っていうのはまあ割と過ごしやすいと思うので、まあ、住まう場所としては沖縄の方がいいのかなと。海もありますしね、埼玉は海ないんで。ただ埼玉はまあ、ね、海ないから、海ないし山も、まあ、山はちょっとありますけどもね、まあ、災害とかが少ないので埼玉もいいのかなとは思いますね。あと埼玉はやっぱ東京に近いのもいいですよね。沖縄に住んでいたらですね、じゃあちょっと東京に行こうか、あいいねいいね東京に行こうとか言ってですね、東京に遊びに行こうねなんてことを言ったってですね、埼玉県民の場合はですね、東京に遊びに行こうね、 OKOKOK じゃあ電車代と食事代と合わせて2000円ぐらい持ってればいいかなって感じですけれども、沖縄の場合はですね、うん、あ、東京に行こうね、よしよしよし、じゃあ東京にランチを食べに行こうかと、ね、いうことになったらですね、よし、じゃあ朝8時の飛行機に乗れば11時に東京に着くから、東京でお昼ご飯を食べて帰ってこようなんて、そんなことバカみたいなことは誰もしないわけですよね。まあ東京に行くなら泊まるとか、まあ、日帰り東京旅行みたいなのはちょっとなんか今思いついてやってみたくなりましたから、今度バイトでお金を貯めたらやろうと思いますけれども、東京日帰り東京ランチとか言ってですね、沖縄からそんなことをするのに3万円ぐらいかかってしまいますから、バカみたいですよね。こう毎週東京に行くとか、まあ仕事の方でね、行ってら毎週東京に行ってらっしゃる方なんていうのはたくさんいるんでしょうけれども、現実的ではあの遊びにね、学生が遊びに行くのにね、ね東京行こうよ、ディズニーランド行こうよとか、ディズニーランド東京じゃなくて千葉ですよ、そんなの知ってますからね。あのいや別に全然あの千葉県に何かわあの千葉県嫌いとかそういうことじゃないですけど、まあだからそう気軽にね東京に行ったりできるっていう意味では、あの埼玉県は素晴らしいと思います。じゃあそんなこと言ったら別に埼玉じゃなくて東京に住めばいいじゃないかという話になってしまいます。あ、東京だから東京は土地とかね、家が家賃が高いけれども、まあ、埼玉は家賃が安くね、住みやすいと、まあ、住みやすいというか、まあ、リーズナブルに住めると、まあ、そういうのは魅力ですよね。で、なんだっけ、質問を、なんかすいません、今日の質問コーナー、なんか話が飛びすぎて、本来の質問からあの離れてしまってますよね、たくさんね、申し訳ないです。埼玉と沖縄、どっちがいい？そうですね、まあ、住むならやっぱ沖縄かな、沖縄の方がね、あの観光地だし、結構あのいいですよね。ただ、あ、でもな、ちょっとこれはこう落ち着けがたいので、あの1年ぐらいあの経ったらちゃんと明快にですね、即答できるようになるかなと思います。でも沖縄がいいかな、うん。はい、じゃあ次行きます。暇な時の過ごし方を教えてください。暇な時の過ごし方ですね、暇な時は最近は暇な時っていうのはないですね。っていうかだから何ですか、こう絶対にやらなきゃいけないことっていうのがあるじゃないですか。まあ、学校をですね、まあ、履修するためにですね、まあ、例えば、宿題をやらなきゃいけないとかですね、学校の用意をしなきゃいけないとか、まあ、これを、自分が当番だからやらなきゃいけないとか、これは自分の、やるべきことだからやらなきゃ、まあ、やるべきこととの中、やるべきことを例示する中でやるべきことをやらなきゃいけないっていうのは、これはおかしかったですね。まあ、これは立場上やらなきゃいけないみたいな、そういうことたくさんあるわけですけども、やらなきゃいけないことをやってですね、空いた時間、残りの時間ですね、まあ最悪、まあ最悪っていうか何ですか、その、何をやってもいい時間ですね。まあ自分が管理できる時間において、私はブログを書いたり、Twitter をやったりですね、YouTube をしたり、YouTube のためのですね、まあ動画を撮ったりですね、編集をしたり、またブログを後でですね、後から読み直して書き直したり、それから本を読んで、自分のね、あのインプットを頑張ったりとか、まあ頑張ったりっていう、自分で言うのもなんですけど、まあそういうことをしているわけですから、基本的に暇な時間というのは生まれません。まあだから、その、要は、暇の定義によるわけですけれども、まあじゃあ実際暇な時間何をしてるのっていうと、その、YouTube、とか、ブログとか、Twitter とか、そういうですね、この私の情報発信、星の矢としての活動に当てている部分、まあこれが、まあ本来の私という人間が持っている暇な時間ですね。それを、そうです。まあだから暇な時間を YouTube とか、ブログに当てていると、すいません、なんか話がまとまりませんね、今日。ちょっと寝不足かなんかで脳みその回転が遅いのかもしれません。まあそういう日もありますよね。仕方ないと思います。じゃあ次の質問いきますね。あと5個、あと5個ですね。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物は、これいい質問ですよね。質問コーナーっていうのはこういう質問が、とても王道ですけれども、とても、なんていうんですか、その人の本性に迫れるいい質問だと思います。好きな食べ物は、まあ私はお肉が好きなので、ハンバーグとか、
カツとか、なんか最近柔らかいお肉にハマってますね。ローストビーフみたいなですね、そういうの好きです。あとは、甘いものも好きなのでケーキとかね好きです。YouTube に参入してくる芸能人についてどう思いますか。これもなんか結構面白い質問ですね。で最近ですね、元 AKB のですねアイドルの人とか、元ジャニーズの人とか、元ジャニーズは違うか、あれですね、スマップだった人たちとかですね、元ジャニーズですか。あとは、なんだろう、まあお笑い芸人とかが多いですかね、結構芸能人の方々がですね、YouTube に参入してきているわけです。これについてどう思いますか、どう思いますかって、結構聞き方広くてありがとうございます。オープンドクエスチョンですね、オープンクエスチョンだっけ、私英語よくわかんないんで、なんかわかんないんですけど、なんだろう、そういうね、芸能人の方が YouTube に参入してくることによってですね、我々底辺 YouTuber がどういう、影響を受けるかということについて解説しますと、これは、決してですね、デメリットだけではないんですね。というか、むしろメリットが大きいですよね。例えば、芸能人のですね、誰にしましょうか。じゃあ、芸能人の、パンダさんがですね、これキャンドゥで買ったパンダの、なんだっけ、コップなんですけども、例えばパンダさんという、有名な芸能人がいますよね。パンダさんがある日、YouTube を始めました。するとですね、今まで YouTube っていうね、例えばこのチャンネルをご覧の皆さんはですね、普段からたくさん YouTube を見ていらっしゃると思いますけれども、パンダさんのファンの中にはですね、YouTube なんて見たことありませんという方もいるわけですね。別に日本人全員が YouTube を見てるわけではありませんから。で、パンダさんが YouTube を始めたよっていうことによってですね、今まで YouTube を見たことがないパンダさんのファンがですね、パンダさんが YouTube やってるなら私も YouTube 見るわって言って、YouTube を見ることを始めてくれるわけですね。するとですね、YouTube を見る人って別にこの一つのチャンネルだけ見てるわけではないと思うんですね。もし星音チャンネルしか見ませんよ、私はっていうことで YouTube を開いてくれてる方がいたら心から感謝ですけれども、実際そんな人よりはですね、星音チャンネルも見るし、はじめ社長もヒカキンも見るよっていう人が多いと思いますよ。別にはじめ社長限定じゃなくてね、他のチャンネルも見るよってことですよ。ね、だから、パンダさんの、なんだっけ、パンダさんが YouTube を始めることでですね、パンダさんファンがですね、YouTube という世界に飛び入ってくれるわけですから、全体としてですね、YouTube を見る人が増えることによってですね、例えば、私がですね、私とパンダさんの芸風が似ていたとするならばですね、パンダさんのファンが私の動画も見てくれる可能性があるわけですから、そういう意味ではいいんじゃないかなと思います。だから、なんだ、その YouTuber に、もともと有名だった人が YouTube に参入してくることによって、YouTube を見る人が増えるという、これは、すべての YouTuber にとってメリットだと思います。ね、もともと、じゃあ私は YouTube、30分しか見てなかったんですよ、1日ね、1日30分 YouTube を見てたんですよっていう人がですね、そういえば最近好きな芸能人のあの人も YouTube 始めたし、あの人も YouTube 始めたな、なんか YouTube って面白いなと思ってですね、 YouTube 見る時間が1時間に増えたとか2時間に増えたとかですね、1日3時間 YouTube 見てますなんて人も視聴者アンケートを見たら結構いるようですから、そういう人たちがですね、どんどん私の動画とかですね、また他の YouTuber さんの動画とかいろんな動画を見るようになればですね、これは、全ての YouTuber にとって、得なことですから、得って単純に視聴回数を増やすという目的だけにとどまればですね、得なことですから、そういう意味ではいいのかなと思います。なんですか、どう思いますかっていう、質問に、返すならば、歓迎ですとでも言いましょうか。ただあんまりね YouTuber が増えすぎることで YouTube のね、収益が厳しくなったりとか、あんまり底辺 YouTuber に光が当たらなくなってしまっている、新規参入が難しくなってしまっているという現状はありますから、それについてはちょっと残念ですし、どうしていこうかなというのは日々考えるところであります。じゃあ30分ぐらいになるのでもうそろそろ、ね、終わりにしましょうね。高校生活の一番の思い出をし、間違えた、これさっき答えましたね。じゃああと2つですね。Twitter の4コマ漫画のファンです。また書いてほしいのですが、そんな予定ありますか？ありがとうございます。Twitter のね、4コマ漫画でも見ていただいてるとか、本当にありがとうございます。じゃあ、しばらく前から見ていただいてる方ですかね。私、Twitter で4コマ漫画実は書いてまして、最近あんまり書いてないんですけど、結構ね、別に面白いかどうかを、別として自分では結構自信作なんですよ。ぜひぜひですね、チェックしてみてください。まだ見てないよという皆さんは。で、大学生活始まりましてですね、落ち着いたら4コマ漫画を書きますよみたいなことを Twitter で、この前つぶやきましたけれども、しばらくの間でですね、授業がないということですから、そうですね、今週来週ぐらいからどんどん、Twitter に4コマ漫画上げていきましょうかね。もし結構見てくださってる方とかですね、待ち望んでくださってる方がいるのであれば、もうこれ早急に書きますね。ありがとうございます。すごい嬉しいですね。予定ありますかということなので、今予定作りました。今週来週、4コマ漫画頑張って書きたいと思います。じゃあ最後の質問に参りましょう。受験生にアドバイスください。これは、じゃあ後で受験生にアドバイスする動画撮りますけども、とりあえず、頑張ってください。はい。
じゃあこんなところですかね。今日は29分40秒、もう30分になるところですから、30分ぴったりくらいで動画を終わりにしたいと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録ね、忘れずによろしくお願いいたします。また高評価や、Twitter、SNS などのチェックもよろしくお願いいたします。では皆さん、さようなら。